宇部全日空ホテル時代の外観宇部興産ビルは山口県宇部市相生町にある複合ビルである。宇部興産が建設し、本社機能の一部が入居する。村野東吾の意匠、設計により1983年10月29日に竣工。同年11月1日に開業した。竣工以来、宇部市内では最高層の建造物であったが、2019年3月に山口大学医学部附属病院新病棟が竣工し、同市内では2番目の高さとなった。L 字型の2つの高層棟とそれに囲まれる低層棟から構成されている。低層棟の1階部分はピロティとなっており、竣工当時は噴水が設けられていたが、現在は駐車場へと改築されている。また、ホテル棟南側に設けられた日本庭園の地面には、地下への最高窓が埋め込まれている。村野の生前最後に完成した作品であり、村野の死後1年後にあたる1985年には、第26回 BCS 賞を受賞している。当ビルは2001年に宇部興産の資産証券化の一環として、住友信託銀行に信託され、それにより得られる。第一受益権はオリックスに売却されている。これに伴い、宇部興産は住友信託銀行との間でマスターリース契約を締結し、当ビルに入居する各テナントに対して転貸を行っている。なお、宇部興産の本社機能は当ビルのほか、宇部ケミカル工場内の建造物に分散している。ありがとうございます。